大人の世界にようこそ。はい、肉の日ガチャやってますね。ポルターガイスト、ね、なんか全然知らないしね、こんなのね。知事未満とかますますね、ね、こんなん引かないよね。はい、というかね、前回フィオナとねジャクリーンのガチャでひどい目に遭いまして、常人でもありませんから、やっとこそ10個貯まったぐらいでね。マッスルパワーガチャ、毎月恒例の、引いてみたいと思います。レベル10にね、今月もなりまして、そろそろね、シルバーかゴールドマンどっちか来てくれてもいいんじゃないって。それかね、まああと水忍者、あれもね、区内投げるやつすごい使えるし、あとブロッケンジュニアのね、さらば超人ボディ、この4体のどれかがね出てくれればもう最高です。はい、17体ですから。はい、出現超人一覧一応見る。いや、サイコマン、シルバーマン、アシュラマン、ブロッケンジュニア、ザ・忍者、うん、ゴールドマン、ね、これが出てくれたらね、ビビン、この辺、まあ、モンゴルマンとかもね、持ってて、いいことは、でも、この辺のステカゼキングとか出てたらちょっとがっかりだな。まあ、悪魔将軍とかもこれもね、ウォーズタワーの23階で非常に使えるんで、まあ、出てくれたら出てくれたでいいんですけど、うん。まあそんな感じでね、たくさんありますということで、はい。では、いきます。ゴールドシルバーそろそろ来てくれよ。はい。来い来い。まあすべてのレベルの報酬だからね、均等なんですよね。うん、真ん中で行こう。はい。真ん中。行きまーす。はい。かぶりはやめてよ。かぶりはやめて。ね、昇進の私に、ぜひ、いいの、いい超人来い来い。ん？ん？ちょっと待て、なんだこれ、これ古くないか。あ、あ、ちょっ、ん？なんだあれあれかなと思ったんですけど、どういうことこれ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと確認だ、覚醒して。違うよね、多分ね。だって、属性が違うもんね、まずね。でも、属性変わるパターンもあるからね、中には。それ来たか、もしかして。ついに、水になるか、これが。違った、やっぱり。何これ。炎、でも新しめなのに何これ。ん ?1382 だから、まあまあ新しめの。狩猟スクを尽くしたファイト。炎ロープの火山弾回復、あーちょっと、がっかりだな。まあ、まあね。まあ、新たな挑戦出たから、まあいいんでしょうけどね。うん、まあ、目指すものが私はちょっと、ねえ、もうゴールドマン、シルバーマンクラスですから、ちょっとがっかりかな。でも、絆属性来そうな挑戦でもありますね、これね。絆追加になってませんから。まあ、その辺も期待して、はい。まあ、というわけでね、はい。まあ、ちまちまこれから超人でも貯めていきますよ。ね、はい。じゃあ、というわけで、本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。